シンガでございます。予告通りちょっとね T8 と T6、一緒に演奏してみました。まあ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 いい感じなんじゃないでしょうかね。まあちょっとね、一緒に合わせてちゃんと作るの初だったんで、多少ね、その、こっちコードで鳴らすじゃないですか。で、こっち、ね、単音でね、打ち込んでいくんで、やっぱりね、その打ち込み方法の違いでね、こっちのね、コードにキーを合わせる必要があるんですよね。なんで、この二つを合わせて使おうと思うと、闇雲にね、メタクソに打ち込んでうまくいくかって言ったらうまくいかないんですよね。なんで、結構ね、合わせる技術っていうのは必要になってくるのかなとは思います。ただね、ここね、僕ね、シンク入れ忘れてたんですけど、テンポさえ合ってればね、同時にスタートすれば、ずれないんでね。そういうところもいいなとは思いました。相変わらずね、やっぱり音がいいですね。で、T8、前回のね、単発動画で、こう、808モードとか909モードになんねえのかっていう話をしてたんですけど、酔っ払わずにね、ちゃんとね、音とか聞き直してみるとね、なんかね、こう、インストゥルメンタルごとにね、909とか808とか606とかがね、なんか一色体になってるっていう感じなんですよね。多分キックは909で、スネアは808。こう、チューンとかね、上げてって、スナッピーとかいじっていくと結構909っぽく聞こえるんでね、僕909と808のね、ミックスなのかなと思ったんですけど、どうやらね、なんか聞いてると808のスネアっぽいですよね。結構ね、こういうのってね、見た目に、例えばね、真っ黒い箱でね、この音は TB3 でしょうか、TB303 でしょうか、みたいな感じでね、音を出すとね、意外と人間わかんないまでね、多分だけど、このスネアは808で、あとは606とか808とかミックス、されてんのかな。クラップはなんか909っぽい気もするし、ハイハットはね多分606かなーっていう気もするし、808とね606そっくりなんでね、いまいちよくわかんない部分もあるんですけどまあどうやらね、僕がね勝手に期待してた808モードとか909モードみたいなものはないっぽいですね。でもね、この音のチョイスが非常にいいのでね、僕はこれ一つのね、T8 っていうリズムマシンとして、完結してるんかなと思います。なんか個性がね、出てるというかね、なんで非常に気に入っております。で、こちらのね、J6 も、やっぱりね、音がいいですよ。もうね、コメントにもね、書いてありましたけど、もうずーっと聞いてて、飽きない。永遠鳴らしていたい。シンセですよね。まあ、もちろんね、これ、確か10の60とかをね、ベースに作ってるらしいんで、音がいいのは当たり前っていうところでね、CB 音源かな。で、見てください、これ。どうでしょう。ちょっとぽく。まあ、ステッカーチューンなんですけどね、やってみました。結構ね、僕打ち込み時にね、ここはすごく見づらくて、四つ打ちとかが。なんで、こういう風な感じでね、シールを貼って、カスタムしてみました。こっちもね、やっぱりジュノといえば赤と青と、まあ、白なんでね、白は入ってるんで、まあ、赤と青を表面に追加してあげて、よりまあなんとなくジュノっぽくなったかなっていう感じですかね。で T8 の方はね、303系の音が出るつまみをシルバーに塗装しました。ぽいでしょ。
なかなかね、こういったことするのも、まあ、中古品にね、流すこともできなくなっちゃいますけどね。ただ、もう売る気もないんで、売る気がなくなったやつはこうやってね、自分好みにいじっても楽しいのかなと思います。あとね、つまみのね、位置がね、暗いと分かりにくかったんでね、白でね、この溝にね、流し込んでね、つまみの位置が分かりやすくなるように、塗装しました。っていうところですかね。またね、個人的には、この J6 をね、普通の音源モジュールとして使ってみたいなっていう気持ちと、T8 とね、TB3 をくっつけてね、アシッドなんかね、やってみても楽しそうかなーっていう気持ちで今います。なんでね、また次回の動画をお楽しみください。久々に酔っ払ってないシンガーでした。ではまた。